菊のよさかぐらは愛知県犬山市の博物館明治村にある建築物。明治時代初期に穀物像として建てられ、1895年に酒蔵として移築された。1983年には博物館明治村で一般公開が開始され、2004年2月17日には明治村菊のよさかぐらとして国の登録有形文化財に登録された。 明治初期、愛知県壁海軍新川町に穀物像として建てられたとされる。1895年、壁海軍刈谷町に菊野代広瀬酒造の仕込み蔵として移築された。1969年にはこの建物が解体され、1965年に開館したばかりの博物館、明治村によって保存された。1983年12月、博物館。 明治村の敷地内に移築されて、一般公開が開始された。2004年2月17日、国の登録有形文化財に登録された。桁行きは18件、両行は9件。土蔵造り、切妻造り、三河粟吹、二階建ての和風建築である。9件の両行を3等分し、柱を立てて、鳥居形に組み、両側から上り張りを渡しては小屋とした小屋組である。 外壁は厚い土壁であり、片側に大きなひさしがついている。ありがとうございます。